ジャン君おはようございます。8時22分です。もう起きてからだいぶね、なでなでいっぱいさせられました。ジャン君、朝から甘えモード爆裂中です。そしてポンちゃんも甘えになってます。まだちょっと照れがあってね、少し離れたところの爪研ぎの上で寝てたんだけど、やっぱり来るのね。ポンちゃん、暖かくなってきたかな。くるくるってなって、ちょっとほら、さあ、またちょっと朝ごはんで一回ここ席外しますよ。また後でね。諦めちゃうのかい。はい、行くよ。キャッチしないの。行きますよ。しないのか。はい、昨日アイムさんで、これはドライになってるんですよね。こっちはドライ、はい、こっちはまだです。ミモザはドライ完成品、うん、これは途中のものを可愛いので売ってくださいって言って買ってきました、はい、これを、これはまあドライフラワーとして、こっちはこれから綺麗に洗ってジャン君のおもちゃ、ポンちゃんのおもちゃにしますということです。これ結構かわいいのでいろんなことに使えると思います、うん、ただこれさっきね、ビニールから出してみたら、うん、やっぱちょっとポロポロ落ちるので、はいはい、もう一回、うん、何これにかぶせてきちゃったんだけど、うん、まあ、何に使うのかちょっと俺にはわからないんですけど、飾るだけ。はい、わかりました、はい、はい、こちらではバラの作業中です。今お花探しの旅をしています、2軒ほど回りましたが、いい感じのがなくてですね最後にそういえばということで近くに探しに来ました。さあどうでしょうか、ここにあるかな。
ここは結構品数もあるね。こんにちは。はい、珍しい黄色のカラー、これを買ってきました。はい、これが今日の成果でした。